音来てる。あ、こんにちは。どうも。音来てる。あ、テイスです。あ、こんばんは。今日は2019年8月の27日、15時49分です。おー、でもありがとう。中野動画見てた？はいはいはい。お疲れ。俺のメガネどこだ？中野を見てたんだ。お疲れ。はい、どうも。
イライラするマジで。シルバー削りましょう。いや、なんかちょっと嫌なことあってイライラしてるね。そうそう、いやていうかね、写真の話ずっとしてたいんだよね。そう、そういう写真好きの人集まったらいいなと思って。ああ、16-35いいな。俺もメインのレンズも16-35だよ。で、16とか35。ああ、大丈夫、大丈夫。大丈夫じゃないけど、すげえショックだけど、なんか、まあいいや。その話やめよう。いいよね。広角いいよね。俺もメインレンズ16-35だね。Gマスター使ってる、俺は。ソラさんもそれ使ってんの？ 16-35？ いいよね。ポートレートレンズ欲しいんだよね、今。85mm か 135mm。手に入れたいね。あと PL フィルター買うと思う。PL フィルターはたまったヨドバシポイントで買おうかなと思ってるよ。カメラ反射かない？いいんだよ、写真とかの話も。ズームレンズの標準かな、標準系の24から70使ってんだ。開放するとどれくらい稼げんの？俺もズームレンズは2470かなの標準レンズかな。2.8 だ。標準のついてるやつじゃなくて、あれだ。ちょっといいやつかな。いいね。2.8 あれば十分だよね。ズームレンズで。
今 PL フィルター欲しいんだよね。PL フィルター。1万5000円ぐらいだったね、今日カメラ屋さんに行ったら。高え。機材お金かかるよね。1万カット以上か。俺どれくらい、この1年で多分もう50万カットぐらい撮ってるかな。もう2テラぐらい撮ってるもんね。データパンパンだもん。相当撮ったよ、動画も含め。写真だけで結構50万カットぐらい撮ってるはずだな。えぐいよね。一回メンテナンス出さねえとな。値段高いよ、カメラは。めちゃめちゃお金かかるよ。高い。いい写真撮るにはいい機材使わないとね。結構その写真はカメラの性能に依存するからね、表現が。しょうがない。いい写真撮ろうと思ったらいいカメラ買わないと。そういう世界だからね。ねえ、ハードディスクもね、大変だよね。パンパンになるよね、すぐね。で、今度編集用のいいパソコンが必要だし、本当に金かかるわ。カメラは。レンズ沼だよ、レンズ沼。写真展やるよ、やるやる。個展開くよ。それ目標に頑張ってるからね。毎月やりたいね、個展は。そうなんだよね、意外とそこね、カメラやらない人だと分かんないけど、
レンズの方が本体みたいなもんだからね。レンズの方が高いんだよね。本体がいいやつだったらいいの撮れるっていう世界じゃなくて、レンズの性能次第だからね、センサーと。だからカメラ本体っていうかセンサーなんだよね、あれは。難しい世界だよね。ああ、全然来てよ来てよ。全然来て。いや、まあそんな高い値段ではやろうとは思ってないけど、入場料1200円ぐらいでやろうと思ってるけど。写真の編集はね、ライトルームメインで使ってたんだけど、最近フォトショップに移行してるね。なんか、ライトルームだとやっぱり簡易版だから、どうしてもその表現の幅が限定されちゃうからね。ああ、写真気に入ったのっていうか、まあ普段から見せてるやつが作品だからね。それの、リアルバージョンって感じかな、印刷がね。飾ってくれたら嬉しいな。おい、ワダツー、アイテムありがとう。休憩中？いらっしゃい。仕事か。お疲れ様です。あ、延長するんで皆さんアイテムお願いします。延長代よろしくお願いします。ああ、そっかそっか。カメがね、ポスターとかあるといいんだけどね。みーさん、バカありがとう。サンキュー。ありがとう、ラピー。ラピスさんから花火いただきました。ありがとうございます。延長します。ありがとう。今日材料届かないんだ。延長します。ありがとうございます。
何、仕事の資材が届かないの？それじゃ仕事になんないじゃんね。みーさん風船ありがとう。みーさんか、みーさんじゃなくてみーさん。注文した20日、何が届かないの？あ、ありがとう。手持ち花火ありがとう。サンキュー。ライトルーム使ってますが、カットが多いと設定が楽。ああね、ライトルームはだから管理ソフトにしようかなと思ってて、写真の。編集はね、フォトショップメインで行くね、今後は。はい、星行さんいらっしゃい。お疲れ。写真引退しちゃったの？なんでやめちゃったの？つまんなくなっちゃったの？はいはい、トランプさんいらっしゃい。色味違くないよ。全然一緒一緒。変わってないよ。花火一発で悪いけど、撮っといた花火いちいち言うのやらしい。待ってたの？ありがとう。めっちゃ嬉しいよ。言って。ちょっとね、仕事の関係でね、枠開けなかったんだよ。時間がなくてさ、申し訳ない。ちょっと遠出してたんだよね。ああ、はいはいはい。ライティングしてないかんね、こっちの部屋はね。もともとこの色だよ。めちゃめちゃ綺麗。そうかな。そんなに綺麗な色ではないけど。ねえ、約束守るよね。お散歩カメラで GR を使う程度。GR っていうカメラがあるんだ。GR わかんないですね。カメラお金かかるもんな。やめちゃう人もいるのか、結構。写真ドハマりしてるけどね。コンパスカメラ、リコーの。あ、ドローンもやるんだ。
ドローン撮影許可とか大変っすよね。俺もな、ドローンやってみたいんだけど、今は写真かな。しばらくは。酔っ払いのワードさん？ああ、酔っ払ってる時の見てたの？そんなにでも変な酔い方しないと思うけどな、俺。撮影許可めんどくさいよね、本当にね。GR いいカメラなんだ。へえ。いいね、桜綺麗だよね。いいね。あ、バンドのミュージックビデオとか俺もやってみたいんだよね。かっこよく仕上がった。いい感じだった。いいよな、ミュージックビデオ撮ってみたいな。どっかからオファー来ないかな、オファー。やってみたいね。
ミュージックビデオ楽しいよね。音楽と映像は相性いいよな。制作のマクロ接写がしたくて前に GR 買ったけど使いこなせなかったダメだったんだ。5時になったら病院行ってくる。ああ了解。ねえ、タイミングあってよかったね。開放マクロが一番楽しいんだ。機材ね、カメラやったことない人だと難しいからね。設定とかが多分分かんなかったんだろうな。カメラね、難しいのよ、ちょっとテクニカルなんだよ。わかる。俺は結構オタクだからすぐに覚えられたかな。なんかパッパパッパ自分で調べて独学で覚えていったかな。相性じゃない、その興味があったんだろうね。今もう予算全然昔と比べて出ないらしいですね。現場とかも全然出ないっぽいですね。そういうところにお金使わないと結構肝じゃんね。で、予算がないんだろうな。CD 売れないんだろうね。日本なんか音楽すごいバブルだったのに、もったいないよな。飲んでない？キーピーありがとう。ラピーありがとうね。タムロンのレンズ使いますか？タムロンのレンズ使ったことないですね。僕はサイスとソニーが出してるレンズしか使ったことないかな。なんで？タムロンのレンズ使ってんの？今カメラの性能やばいですからね。てか iPhone とかでもうすごいからね。疑似ぼかしとかできるからね。あれびっくりするよな。一眼レフのメリットがどんどんなくなっていくっていうね。
あ、全部売っちゃったんだ。ザイスの色味やばいよね。ザイスのレンズ欲しいっすね、1本ポートレート用に。タムロンでもいいの出てんだ。シグマとか安いの一回使ってみたいなと思うけど、使った手出したことないな。ポートレートレンズと単焦点と、単焦点のポートレンズと単焦点の定番の明るいやつと、あと、なんだ、超望遠レンズが欲しいかな、今。で、シグマもなんかすげえ頑張ってるっていうよね。いろんなレンズ試してみたい。え、そう？俺 G マスター買ったんだけど最近。全然解像感違かったけど、安いレンズで十分かな？マジで？全然違かったよ、解像感。マジか。最近の若い子はもう、インスタグラムとか使い慣れてるから、加工しない写真を上げることができないっていうよね。趣味ではどんな写真撮ってたんですか？何系のお写真撮られてたんですか？ああ、いいっすね。スタジオに作り込む写真か。見てみたいな、作品とか。どんな作品作るんだろう。超見てみたいっすね。メイクさんの作品撮り、メイクのポートレートかな？あ、ポートフォリオかな？
こんばんは。歯並び丸さんいらっしゃい。KP ありがとう、たくさん。サンキュー。え？花火買ってよ。俺はいつでも花火求めてるよ。配信者だもん。うん。買ってくれんの？うん。いや、花火たくさん欲しいよ。買って。そりゃそうだよ。配信者は花火もらうために枠やってるようなもんなんだから。俺、誰からの花火でもありがたく受け取るよ。ね、もう一発投げてくれんの？限界あるよね。映画やめてない。ただもう今ね、生活がいっぱいいっぱいでね、とてもじゃないけど映画が撮れる状態じゃないから、とりあえず生活の立て直しが先ね。うん、そこからだね、再スタートだね。もうスポンサーも集まらないし、だから技術だけとにかく磨いていくっていう感じかな今は。そう、持ってる機材で練習しながらね。まあやり直しだな。今制作ストップだね。ツイッターに送ってくれたの？うん、ありがとう。見てみるよ。どれどれ。うん、うわー、ありがとう、ありがとうございます。ソラゼットさんから花火いただきました。あざっす、ありがとう。ソラゼットさん、ナイス、ありがとうございます。頑張ります、ありがとうね。どれどれ、ドローン、よいしょ。へえ、
これキャプったらダメなんでしょ？俺だけしか見ちゃダメでしょ？よいしょ。あー、ちょっと待って、オープニングドリーズームじゃない？これ、疑似ドリームズーム違うか。いいね。はい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 。ああ、写真展で儲けないとね。へえ。やっぱドローンもやってみたいな。オッケーオッケー。俺今見てる。いいね。あ、そうだよね。うん。オッケーオッケー。いいね。ドローンいいね。やっぱ。上から見るとこんな感じなんだ。あ、これいいじゃん、このショット。寄りのショットいいじゃん。あ、このショット、後半の寄りのショットいいじゃん、めちゃめちゃ。おい、ムーラさんはどつ？いいね。後半の寄りのショットすげえよかった。あ、そっか、回転もできるんだ。こういう撮り方もできるんだな。いいね。ありがとう、ありがとう。今見てみたよ。うん。はい、こんにちは、デミー。お疲れ。うん、安い、iPhone で編集したんだ。うん。色味加工なし。ドローンいいね、やっぱね。なんか、花火をドローンで撮るみたいなの最近流行ってて。それすごいかっこいいよね、花火。ねえ、たくさん花火稼ぐよ。大丈夫だよ。誰かが助けてくれっから、苦しい時は。なんだかんだうまくいくと思うよ。今苦しいだけで。俺運いいから。多分ね、すげえね、爆投げ花火師ついて、人生一発逆転するよ。なんかそんな気がする。だからね、結局ね、最後まで諦めなかったら、うまくいくよ。あ、ありがとう、もらいバーガー、ありがとう、わちゃんさん。ありがとう、ありがとう。個展頑張らないとな。よし、じゃあさっきね、ソラゼットさんから花火いただいたんで、延長したいと思います。ソラゼットさん、ありがとう。またね、延長代アイテムもらえると嬉しいです。皆さんお願いします。ちょっとトイレ行ってくるね。
ロフト出ますね。うん、ロフト出ますよ。よいしょ、歯医者行ってきた。ありがとうデミ、ナイス。デミさんから花火いただきました。あざす、ありがとうデミ、サンキュー、ナイス。うん、あ、そうなんだ、カメラマンの仕事、カメラマンさん多いんだ仕事柄。うん、カメラはね奥深いよ本当に、楽しいよ。あと人間性出るね、本当に出る。写真見るとどんな人なのか分かるもん。王さんの部屋期待しています、ありがとう。うん、まずは個展からだね、ステップアップとして。でちゃんと表現の場で表現していって、で、あの配信だとさ、配信が面白いかどうか、配信を見て、あ、ちょっと待って、配信をどうかで花火を投げるかどうかな。だからちゃんと個展とかやって、その芸術の方で評価されて、あのアイテムもらえるようになりたいかな。うん、あ、本当に田舎の方いいっすよね、撮り放題だよね、都会つまんない写真マジで。どれどれ、ほうほうほう、どんな写真だろういいね、これミスで OK？ わちゃさんから写真届いた、いいね俯瞰で自分を撮ってると、これいいね、いいじゃん。こんなにいないロフト、ね、テラスか、超良くない？ここ有効活用して、ここで配信とかやったら最高じゃん。俺こんなんあったらもうここで酒飲むよ。いいね最高だね、うん、最高だよね、うん、いいね、俯瞰でドローンで撮ったのかな、いいな、羨ましいな、一軒家ね、すごいね、うん、こいつも早く仕上げないとね。あ、ログハウスなんだ、うん、いいな、写真好きがいっぱい集まってきて楽しいね。映画もね、もう撮りたい表現がたくさんあるんすよ、こういう映画にしたいっていうね。でもこの3月からこう頑張って一生懸命生きてきたせいかね、あのすごくねいい映画になると思うよ。脚本、自分が撮るべきものとか表現するべきものが固まったね、うん、完全にね自分の脚本をなぞってる追体験みたいな、びっくりしたもん、自分の脚本で思い描いてたことがあるじゃん、それが3月以降ずっと追体験をしてるの、これ俺の映画じゃんって思ったもん。映画で言ってたことが現実に起きちゃったんだよ。いや、マジでビビったもんね。それも含めて映画にしたいんだよね。だからその、今までノンフィクションだと思って作ろうと思ってたものが、あ、じゃあフィクションで創作モードして作ろうと思ってたものが、もうノンフィクションに変わっちゃったからね。いや、ビビるよね。人生何があるか分かんないよな、本当に。不思議。俺だからもうこの現実は本当に夢なんじゃないかなっていう、最近ねなんかね夢と現実が区別つかなくなってきたんだよね。もちろんさ、現実に帰ってきたら、ああ夢だったんだっていうことは理解できるんだけど、夢の中のリアリティが半端じゃなくて、なんかつながっちゃってるんだよね。猫もそっちで寝んの？無視されたわ。
やっぱ、パーッと遊び行きたいな。もう肩が痛い。全身筋肉痛だよ、今日は。あ、こっちで寝んの？寝ない？おはよう。何食べてんの？お腹空いたの？マッサージしてくれるとき声かけて。寝ぼけてるみたいだね。ていうか酔っ払ってんのかもしんない。さっき酒飲んでたから。何杯飲んでんのかは知んないけど。夢の中でもう夢って気づくときはないかな、俺は。経験上。今はね、夢がものすごいリアリティの夢。もう現実と区別つかないっていう感じで夢を見るね。あ、血液取りに行くの？うん、行ってらっしゃい。KP ありがとう。ありがとうね、たくさんアイテム。また遊びに来て。いやー、なんか不思議だよ。夢と現実が区別つかないっていう。何なんだろうな。ある？不思議だよね。あれってどっちが現実かだって、夢から覚めた瞬間、どっちが現実か分かんなくて、ああ、そうだそうだ、みたいな。記憶をたどっていくと、こっちの方が現実だわ、みたいな。だけど、夢見てる間は、その、記憶をたどれなくて、その、そっちの方が本当なんじゃないかってなるんだよね。あるよね。うん。スマホが壊れる夢ばっかりなんだ。うん。バガありがとう。ええー。ここ難しいな。ネットで公開されてる2020公開、シン・ウルトラマン CG 参加してる。あ、もうプロジェクト、そうだよね。いや、すごいよね。シン・ゴジラに続き、俺感動したもんね。庵野さん夢叶えたんだと思って。うん。庵野さんね、もともとウルトラマンずっと好きで、自主制作映画でウルトラマン作ってた人だからね。そうそう、ソラゼッツさん、プロなの、CG の。バリバリ本ちゃんの映画の人だよ、この人は。何なんだろうね、暗示なのかな。夢って不思議だよね。ありがとう、たくさんアイテム。ああ、花火たくさん来ますようにって。ありがとう、嬉しいよ。うん、応援して。頑張るから。うん。エロい夢の見方研究したくてやっぱり無理だった。俺一回だけエロい夢見たことあるね。エロい夢ってなんかエロいよね。エロい夢ってエロいよねって意味が分かんないよな。夢の中で猫魔の夢ばっかり見るよ俺。そのまんまだったね。何にも面白い表現じゃなかったね。エロいって、エロい夢ってエロいよなっつって。バカ丸出しだよね、今の。自分でびっくりしたわ、今。
制作部の方だったんだ。へえ、そっち系だったんだ。いや、映画撮るのが夢で、それで去年からカメラ始めたんすよ。で、全然映画の制作追いついてなくて。で、今生活苦しくなっちゃったからね、一旦保留にしてんの。諦めてないよ。全然。絶対撮ってやろうと思ってるから。夢叶えるんだ、俺は。でも映像のさ、なんかこう、表現とかってだいぶ上手くなってきてるでしょ？なんか傍目で見ても。1年前と全然比べ物になんなくない？なんだかさまさ、どうした？ペコ。出たいの？ペコ。飛びたいの？主観映画をってこと？夢を？どっちを？何出たいの？ペコ。いいよ。お散歩しよう。はい、どうぞ。はい、こんにちは。カメラ大好きなんだ、イルカさん。楽しんでって。キャノン使ってる？いいカメラ使ってんじゃん。夢は主観かな？客観では見ないかな？全部主観だね、夢は。映画は半端じゃないよね。現場にいるとわかるよね。人手が半端じゃないから。嘘。へえ。夢を客観的に見るってすごいね。じゃあ他人の目線で世界を見てるってこと？それすごいね。俺主観以外の夢見たことないな。神じゃん、それって。もはや神の域でしょ。すげえな。そういう経験はないな。なんかね、一回脳みそ取り替えてみたいよね。みんながどういうふうに世界を捉えてるのかとかさ、多分全く違うんだろうね、ここにいる全員ね。アングルとか好き？構図とかアングルはね、めちゃめちゃ褒められてた。構図とアングルすごい上手だよって。だから、なんでなんだろうね。やっぱ配信やってたからかな。でもカメラやってる人に、なんで構図とアングルの勉強してたの？って言われて。いや、してないっすよ。つって。すごい上手いよ。って言われて。多分それは配信でカメラ扱ってたから、その辺が影響してんだろうなと勝手に自分で思ってんだけど。画角とかすごい気になるもん、配信やってて。この人下手だなとか、この人上手いなとかさ、配信者の中でね。配信見るプロの業界の人とか、配信見てる多分イライラするんだろうね。なんでお前その画角で撮ってんだよみたいなさ。上手い人だといいけど、カメラ下手だなこいつみたいな。多分そういう目線あると思うよ。もうカメラやる前からあったもん。あるよね。なんでお前そこでその角度で撮ってんだよみたいなさ。そこはちげえだろみたいな、あるよね。プロだったら絶対やらない画角。何を伝えたいんだよみたいな。俺、愛子ちゃんの配信とかじわるもんね。もう愛子ちゃんまで行くと面白い。すげえなと思う。ペコ。ペコ。もはや愛子ちゃん顔を映さないからね。ペコ。ペコ。ペコが飛んでるよ。
あ、アングルうるさいでしょ。いや、それはね、やっぱセンスなんだよ。こだわりなんだよ。あ、そうだね。カラーが出てきたかな、最近の写真。特にあの、猫マグラビア撮ったじゃん、この前。あれなんかはね、だんだん世界観できてきたかなと思うよね。ツイッターに載せたやつ。今後は多分ああいう、なんだろう、いろんなカラーで、その世界を切り取っていくみたいなことをやっていくんだろうな、自分では。まだまだ、その、やりたい表現100%できてないけど、だんだん形になってきたって感じかな。だんだんね。そうそう、これこれ、みたいな。こんな感じ、こんな感じ、みたいな。そういう感じにはなってきてるかな。あとは表情だよね。細かいところの演出ができていくようになったら、良くなるんじゃないかな、もっと。追い込んで写真撮りたいんだよね。もっともっとこだわって。なんか最近限られた時間がない時に、撮影するっていう状態で撮影できてないから、だからその素材作り、もっとシチュエーションとかにこだわったりとか、設定にこだわって撮りたいかな。この日は撮る日って決めて。ははは。それはもう職業病だよ。テレビマンとか映画やる人とかもう絶対だね。なんでかっていうと、その、ロケのか、多分ね、しかもカメラ系じゃないな。それ多分ディレクションやってたりする人だわ。ディレクターかプロデューサーか、そっち系の人だね。なんでかっていうと、ディレクターとかってロケ地を持ってるか、企画、でしょ？合ってるでしょ？そう、ディレクター系の人は誰とつながってるかっていうのを意識するの。芸能人の誰々さんと知り合いっていう話をよく聞いたり、あと場所ね。人、場所、企画なのよ。だから多分ディレクションやってる人だろうね。わかるよね。業界の中でも、そう、カメラ系のスタッフって実はそういう人少ないのよ。もう飲み会になったら機材の話ばっかりしてる俺みたいなタイプ。そう、どこどこのカメラのどのレンズがいいとかいうのは大体技術部だね。あ、そうなんだ。編集プロダクション経営してんだ。へえ。じゃあ、それはしょうがないよ。それは聞かないと。それも妻の務めだよ。またその話かって思っても、そうねって。それ聞いてあげて。旦那さんはもう職業病だから、業界の職業病だから、いや、するしかないよ。だってもう、それ、本人悪気があってしてるわけじゃなくて、それが仕事だからもう癖になってんのよ。普段そういう話が当たり前の世界で生きてるから。あー、だからそこがね、結局ね、そこなんだよ。映画って、結局カメラがどうとか、何がどうとかじゃなくて、結局、そうなんだよね。ストーリーなんだよね。脚本なんだよね。そうなんだよ。一般の人は技術とかわかんないからね。わかるよ。ストーリーなんだよね。ねえ、ペコ。おー、シャちゃんも来たの。シャちゃんも来た。二人とも来たの。シャちゃんよかったね。飛ぶの上手くなったね。ちょっとシルバー削れないんですけど。若子二人が来ちゃうと。ねえ。どいて。いいよ、お散歩してきな。いっぱい部屋広くなったでしょ？ここがいいの？部屋広くなっても。君たちは。ここがいいの？こっちは？こっちおいで。よし。シャちゃん頭いいね、やっぱり。ペコわかんないもんね。こっちっつってもね。シャちゃんわかる。賢だから。飛んでおいで。飛びな。どうしよう。いや、そりゃそうだよ。家族だもん。ねえ、シャちゃん、ペコ。
はい、こっちおいで。こっちは。はい、シャーちゃんいい子。かしこ。ペコは反応しないでしょ。シャーちゃんはすごい頭いいの、シャカは。ペコはね、ヤンキーだから。ついてきて暴れるだけだ。でもイケメンだもんね、ペコはね。うん、こっちはシャーちゃん。うい、いい子。シャーちゃんいい子。ファッション雑誌やカタログ雑誌の仕事がメインだと。ああ、そうなんだ。美術系も入ってるんじゃないの？あ、アートの。それこそ俺がなんか好きそうな話とか。よかったね、シャーちゃん。プチプチ言ってんの？待ってたの？ごめんね。最近いなかったからね。プチプチ言って。楽しい？ありがとう。シャーちゃん喜んでる。うんちしたでしょ、今。うんちした？うんちしてない？ちょっと、飛んで遊んでおいでよ、二人とも。せっかく広いんだから。行っといで、ほい。ほい。行っといで。ね、パソコン周りがいいの？行っといで。ほい。かわいいよね。文鳥めちゃめちゃかわいいよね。鳥大好きだ。あ、ご飯行ってくる？うん。ありがとう。また遊びに来てよ、わっちゃさん。うん。あ、多分そうだろうね。うん。多分そうだろうね。俺もそんな感じがする。同じような人好きになるんでしょ。あ、延長するんでアイテムお願いします。花火一発もらったら延長します。よし、ペコ丸。ペコ。ペコペコ。ペコ、くちばし真っ赤でかっこいいよな。ねえ、シャイちゃん。うんちすんの？あ、うんちすんの？うんちしないの？映画、音楽、小説、どれも作りたいらしい。あー、じゃあまあ、あれだろうな。映画撮りたい人なんだろうな。あ、もう俺と一緒でしょ。多分聞いてると思うけど。まだ夢追いかけてるんでしょ。チャンス狙ってるんでしょ。なるほど。戻ってきちゃう、うん、いやそういうもんだよ、うん、ましてやね奥さんなんでしょデミ子供いるかどうかわかんないけどそこなんだよな要はね寄捨て人じゃないダメなんだよ配信者もあの映画やるような人もそうあのもう寄捨て人でねあのもう要は女子供泣かせるような生き方してるやつの方が面白い映画撮るんだよじゃないと撮れない、うん、要はまあデミなんかわかると思うけどそのいやそれが人間として正しいんだよ息子食わせるため奥さん食わせるために働くのが俺みたいなパー太郎が作るんだよ映画はああ寄捨て人じゃないと映画なんか作れねえからそれ見ててわかるでしょ俺のこと見てて鳥かわいいうん、かわいいでしょ、うん、かわいいってよかったね、うん、ちょっと今離れなくて困ってるんだよねわかるでしょだからみんなが面白い素晴らしいとか宮崎駿すげえとか言ってるけど本当にすごいよ宮崎駿なんか、うん、何人ねえなんだろうすごいよ業が深いというか、うん歌うの？ダンスすんの？いや、踊って。上手上手。ペコ、踊って、ペコ。歌って。うん。上手上手。ダンスダンス。うん。歌うまいね、ペコ。いいよ、いっぱい歌って、ペコ。ペコ、ペコ、ダンスダンス。踊らないの？いいよ、踊って。飽きちゃった。行っといて。
ここに戻ってくんの。まいったな。ちゃちゃん。うん。うん。どうしよう。もうついてるよ。手のひらで寝るよ。滑り台。滑り台にして遊んだでしょ、今、ペコ。あ。求愛すんの？サーちゃんに。サーちゃん、くどけない。もうおばさんだから。どうしよう、これ、両手塞がっちゃったよ。自然に飛び、なんかさ、飛び、自由に飛び回るイメージあるでしょ。文鳥って、とか鳥とかインコとかって。違うんだよ。こうやってね、ご主人にベタつきだからね、もう手のひらから動かないんだよ。だから、鳥外に遊ばせる、どうした？外にね、遊ばせるって言ってるけどね、こうやってね、手のひらにくっついてるだけなんだよね。ねえ、シャちゃん。ね。もう動かない。俺はもうどうすることもできない。なパソコンとか触ってると、パソコンずっと妨害されるから、ね。だから人間がさ、パソコンカチャカチャカチャってやってると、それが遊びだと思って覚えちゃうから、キーボードがね、巣っていうか遊び場だと思ってるんだよね。ね。楽しいんだよね。まあ、ペコは綺麗な色だよね。こうクリームシナモン文章って言うんだけど、すごい綺麗な色。銀なんつうの、茶色の、茶色の光る茶色みたいなさ、頭の部分ものすごい綺麗だ。喧嘩しない、喧嘩しないの、喧嘩しないの、喧嘩しないよ、シャちゃん。美しい、かわいい。ダメダメ、喧嘩しないよ、仲良し。かわいいでしょ、文鳥。こっちはシャーちゃん、はい、いい子。あー、ペコ来た。あー、喧嘩しない、喧嘩しない。シャーちゃんはまったりしたいんだよね。ちょっちょ、喧嘩しない、喧嘩しない、喧嘩しないよ。はい、いい子、いい子、二人とも。うん、シャーちゃんこっちおいで、こっち。シャーちゃん、喧嘩しないの、喧嘩しないよ、二人ともね、仲良し仲良し。こうやって見ると恐竜の末裔なの分かるでしょ。どう猛でしょ。ものすごい気性が荒い。そう、ね、白い方がメスで5歳かな。でこっちがオス、でかい方がオス、色ついてる。ペコがオス。そう、頭はすごくいいの分かるじゃん。釈迦とかこうやって覚えて。シャちゃん、釈迦こっち。シャちゃん。だけど感情がね、甘えたり怒ったり、急に変わるの。感情のコントロールが下手かな。頭はいいんだけど。ね。だからほら、もう甘えたでしょ。さっきまで怒ってたのに。これがね、よく言う鳥頭ってやつだよ。そう、感情のコントロールができない鳥は。一回怒っちゃうとパーって怒って、そう、不器用な誰かにそっくりだね。よし、行こう、うん、いい、ペコよかったね。よいしょ、かわいいでしょ、こうやってわふーっつって甘えてくる。7年ぐらいかな。だからシャーちゃんはもう今年か来年行っちゃうだろうね。お腹もはげてきちゃってるから、この辺とかも。あー、ごめんごめん、いいよ、こいしょ。シャーちゃんはね、手のひらの中で寝るね。甘えん坊さんだから、握り文鳥って言うんだけど。
ペコはね、触らせてもくれない、ほら。俺のこと大嫌いだから。触らせてもくれない。そうだね、文章たくさん書いたいね。ね。かわいいよ、この子たちは。風船ありがとう、アイムさん。じゃあ、ちょっと延長花火なかったんで、この枠で終わりにしたいと思います。ありがとうね。うん。また、またタイミング見て枠やると思います。ありがとうございました。お疲れ様です。おつおつ。森の番人。うん。よいしょ。風船ありがとうね、アイムさん。うん。